エリア11、アニメコードギアスにおける日本の故障であり、コードギアス作中では様々な組織、制作の対象となる、様々な思惑が存在する中、主人公ルルーシュ率いる黒の騎士団が設立を宣言したのが、合衆国日本である、というわけでこんばんは、森です。しすいよ。今回は前回に引き続き UFO コードギアスモッドブリタニアプレイを行っていきます。ブリタニアプレイの続きなのね。てっきり日本でプレイするんだと思ったわ。EU4 のコードギアスモッドでは、プレイヤーがブリタニア帝国であり、日本を植民地としている場合に限り、アニメに関連するイベントが発生するんですよ。コードギアスの主人公ルルーシュが率いる、黒の騎士団は神聖ブリタニア帝国から見れば反乱軍なので、EU4 ではそういう形で表現されているんですね。なるほどね。というわけで今回は、前回の動画に来たこのコードギアスモッドについての質問にも答えつつ、アニメ関連イベントを順に見ていこうと思います。様々な形で遷移する日本をお楽しみください。というわけで早速やっていきましょう。さてまずは前回からの流れですが、1940年代に日本を植民地化、エリア11とした私たち。しかし合衆国日本のイベントはその条件として2017年まで時間を進める必要があるため、そこまで時間を流していくことになります。さすがにコードギアス本編では過去にあたる部分だけに、固有のイベント自体は多くはありませんが、作り込みはさすがの一言で、1951年、制度、インターネットが発生。このあたりまでは技術革新は史実に近いものがあるようです。今回調べて知ったけど、史実では、1960年代に、いわゆるコンピュータの研究が始まったみたいね。ただ歴史は確実にコードギアスの世界に繋がっていて、1988年、原神聖ブリタニア帝国君主、シャルル2世がギアス、不死に目覚めます。EU4 ではそれぞれの国に、君主や後継者の名前の候補がいくつか設定されていて、モッド国家である神聖ブリタニア帝国にもしっかり設定されているのですが、シャルルの名を持つ君主がギアスに目覚めるのは胸熱な部分がありますね。こういうランダムの部分が収束するのはすごいわね。本当ですよね。さらに時は流れて2004年、コードギアスモッド最後の制度である、ナイトメアフレームが発生します。ナイトメアフレームはアニメ世界では、神聖ブリタニア帝国が日本侵攻の際に実戦初投入した、人型兵器、いわゆるロボットってやつですね。その動力源には前回の動画でも触れたコードギアス世界の重要戦略物資、サクラダイトが使用されており、サクラダイトの発見がこの世界の兵器が史実とは大きく変わった要因の象徴とも言える兵器になります。今回は、制度としては、神聖ブリタニア帝国領内では発生しなかったみたいだけどね。まあこれも EU 法的には条件を満たしている国の中からランダムですからね。何もかもがアニメに収束するというわけにはいきません。ただこのあたりの年代になってくると少しずつアニメに繋がるイベントが登場し始め、2010年にはアニメにおいて神聖ブリタニア帝国のナイトメアフレーム技術者として登場した、ロイド・アスプルントが軍事顧問に加わるイベントが発生していたりします。通常は存在しない、歩兵の戦闘能力を上げる効果を持っていますね。このあたりもナイトメアフレームらしい設定を反映した形でしょうか。それで、そのナイトメアフレームって兵器はちゃんと登場するの？もちろんしますよ。EU4 は歩兵、騎兵、砲兵に兵科が分かれていますが、その技術ツリーの先にそれぞれのナイトメアフレームが割り当てられています。あくまでも一例ですが、歩兵は第4世代ナイトメアフレーム、騎兵は第3世代ナイトメアフレーム、砲兵はナイトメアフレームの足と言われるカンタベリーが実装されていたりします。実装されてないじゃない。されているんですよ。グラフィックはないんですけど、これに関してはモッド制作者がコメントを出していまして、誰かがグラフィックデータを作る部分で力を貸してくれれば実装はできる状態にはあるとのことです。モッド制作者も万能ではないってことね。そういうことですね。という流れを経てたどり着きました2017年。いよいよ合衆国日本関連イベントが発生し始めます。ここで最初のイベント、反逆の脅威が発生。エリア11で黒の騎士団が台頭、その対応を決めるイベントになります。取れる選択肢は3種類。一番上は行政特区日本を設置しようとします。ただこの選択肢の場合、20% の確率で無事に設立されますが、80% の確率で何か別のイベントが発生することになります。真ん中はエリア11の市民、通称11を取り締まる選択肢。結果としては威信が上がるようですね。一番下の選択肢は日本エリアを主権国家として解放するという選択肢。相手の主張を認めたことになるためか、独立される以外にも様々なマイナス効果を受けるようです。とりあえず一番上から選んでみましょうか。
すると数日進めたところでイベント特別管理ゾーンの虐殺が発生。日本各地に黒の騎士団が反乱軍として発生することになります。ただこの反乱軍、なぜかその場から動こうとしないので、この反乱が成功することはありません。それじゃあ独立することもないのね。ないですね。確認した範囲ではイベントもここで止まってしまいました。というわけで最初のイベントに戻りまして、今度は真ん中、イレブンを取り締まるを選択。するとこちらも数日後にイベント、ブラックリベリオンが発生。見切れているのでわかりにくいですが、こちらも反乱軍が発生することになります。ただこの反乱軍、先ほどのイベントの時とは違い、農民が多めに混ざったりしますね。正規の反乱軍ではない、より多くの人が関わったという暗喩なのかしら。かもしれません。そして反乱を鎮圧してからしばらく時間を流した2018年1月10日、イベント反落の脅威、再びが発生。今度も3つの選択肢があります。一番上が再び妖精特区日本の設置を模索するルート。ただ今回は前回の選択肢よりも行政特区日本が成立する可能性が低くなっており、それ以外に2つほどイベントが用意されているようです。真ん中は日本に君臨し続けるという選択肢、維新が上がりますが、これは間違いなくイベントが続くんでしょうね。そして一番下は合衆国日本の独立を認める選択肢になります。ここで初めて合衆国日本の名前が登場することになりますね。今度も上から選んでいきましょう。すると数日後、イベント2度目の虐殺が発生。やはり反乱が起こることになりますね。なんかこう、学びがないわね。この2度目の行政特区日本ってアニメでもあったの？ありましたね。ただその時は1度目の虐殺の影響もあって賛同は得られず、黒の騎士団をはじめとして国外に亡命する形になりました。このイベントはもし2度目の行政特区日本を受け入れていたら起こっていた可能性の一つという形でしょうか。そしてここで一つ悲しいお知らせです。もう一つのイベント、私の予想では国外への亡命イベントだと思われるのですが、なぜか何度かトライしてもそちらのイベントが発生することがなかったんですよね。イベントが存在しないとか？これは私の予想の域を出ないのですが、おそらくアニメにおいて亡命先だった中華連邦が存在しないことが理由なのではないかと思われます。今回のコードギアスモッドではアニメに登場する3つの超大国のうち、中華を中心としたアジア地域を支配していた中華連邦だけが最初から存在していません。一応変態で成立するところまでは確認できたのですが、なかなか難しい条件ってわけね。おそらく自然に発生する確率はかなり低いんじゃないかと思います。というわけで反落の脅威、再びに戻りまして、今度は真ん中を選択。数日後、イベント第2次ブラックリベリオンが発生します。このイベントも例のごとく反乱軍が発生するわけですが、今回はそれだけじゃありません。選択肢を選ぶと、日本の領土の一部を領土とした新国家、合衆国日本が成立して新生ブリタニア帝国と戦争状態に突入します。日本国内には、新生ブリタニア帝国軍、合衆国日本軍、反乱軍が入り乱れることになるわけですね。まさにカオスな状態ね。しかもこの合衆国日本、君主は要という人物になります。これはアニメにおける合衆国日本の初代首相の扇要を模していると思われます。一応ここまでの選択で何度か合衆国日本が成立する可能性はありましたが、それらの場合、君主はランダム、もしくはゼロとなるようなのでこれがアニメ再現ルートとなるわけですね。でもこの戦争って、はい、残念ながら EU4 のシステム的にも合衆国日本に勝ち目はないです。まあアニメでも勝ったわけではないのでそこまで原作再現と言えるのではないでしょうか。そこは意図したわけじゃなさそうだけどね。というわけでこれで EU4 コードギアスモッドの合衆国日本関連イベントは以上になります。途中でお話ししたように私がプレイした世界線には中華連邦が存在しないので、もしかしたらいくつか逃したイベントがあるかもしれませんが、おおよその結末は変わらないのではないでしょうか。ちなみに気になっていた方もいらっしゃった。アニメラストの大どんでん返し、いわゆるゼロレクイエムも発生しませんでした。これももっとアニメの世界線に寄せれば発生した可能性はありますが、1812年からプレイする以上狙ってもなかなか実現できない気がします。残念ながら、1812年以外の世界線の設定はなかったのよね。そうなんですよ。私的にはできればアニメイベントが始まる2017年、
ここだけでも実装してほしいなと思いますね。イベント内容についてはどうだったの？正直アニメを見ていない僕からすると少し単調にも感じたのだけど。確かに見えてないイベントを含めてもその数は決して多くはないと思います。ただ UFO の世界観的に特に国家の流れが変わる可能性のあった部分をクローズアップした印象は受けましたね。日本、エリア11、行政特区日本、そして合衆国日本、コードギアスの世界において日本が進む可能性のあった道をしっかりと表現できているのではないかと思いました。クロノ騎士団という一種の反乱軍を EU4 の中でうまく表現していたのではないかなとも思いますね。EU4 のシステム的に領土を持たない組織であるクロノ騎士団を絡めた一連のイベントには愛を感じました。アニメファンにはおすすめできるってことね。そうなりますね。治水様もコードギアスを見たくなったのではないですか。少し興味は出たかしら。そうでしょうそうでしょう。ぜひアニメを見てからこのモッドをプレイしていただければと思います。検討しておくわ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。